日本国民が愛する望月さん。取材の邪魔する上村室長を逮捕したいです。それがどんな男なのかと、今日は見に来ました。一緒に聞きましょう。県民調査についてお聞きします。一部世論調査で投票に行って答えた人のうち反対と挙げた人は 67%、 政府は投票結果尊重すべきとの回答が 86% に残りました。長官、質問簡潔にお願いします。基本的に進めるとの発言をされてますが、県民投票で同意の結果を出ても県民の民意は、無視していくという、こういう方でよろしいですか。家庭の話について質問することは控えます。この後に言ってありますので、次の質問最後でお願いします。はい、関連で、辺野古の工事でですね、2014年度以降に発注した工事や調査のうち7割、58件で契約が変更され、当初から280億円、総額が膨らんでおります。政府現在もこれ総事業費を曖昧にして工事を進めてまして、質問簡潔にお願いします。工数の多さがいくら金お金をかけても作ればいいという政府の姿勢を表していると、悪しき公共工事の典型と。質問に移ってください。政府の認識をお聞かせください。この問題の原点は世界で一番危険と言われる普天間飛行場の危険除去固定化は下げる。なんだこれは、まるで暴力団だ。ああなんだ、質問を短くしろと邪魔しているじゃないか。絶対に許せないね。小学校でみんなで追求集会をやろうね。ね？ね？